ツナボーイとアザオは食材300円以内で1日をやり過ごすという任務を遂行するため、テント、蚊帳、夕飯の仕込みを終え、焚き火の準備に取り掛かる。そんな最中、2人は思いがけぬタイミングで、あの伝説のポケモンと出くわす。やばい、来た、シバケン来た。うわ、シバケン色にしまって。こい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 、シバケン色。もうなんかキャンプ場とかなんかもペット禁止なんてなとこもあるし、はい、自分でね野営したりなんかするんですよ。ああ、そうなんですね、めちゃくちゃいいですね。あー、もふ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 やな。ほら、じゃあ帰ろう。バイバイ。どうもどうもどうも。はい、すいません、ありがとうございます、うん、お気をつけて。はい、じゃあね、マロンちゃん、バイバイ。すごい、今日来客が多いんだけど、まさか柴犬の来客来るとは思わなかったけど、全然進まねえ、全然料理進まねえ。マザファイヤスンドゥブチゲツクリーのエノキステーキあるっていうフォーメーションでどうですか皆さん。そうしよう、フライパンセットしたらお出汁から作ります。この中にオミトゥスープの素になる調味料はこいつだ。出汁だ、牛肉出汁の素小さじ2程度しゃ。そしてインスタント味噌汁についてる調味味噌、はい、これを使うことで1個の味噌汁が犠牲になります。うちのしゃ、はい、オッケー。で、コチュジャン、異様な高さからドバンジャン、異様な高さから、あ、やばい、入れすぎだ、確実入れすぎだ今。そして醤油少々で、これで混ぜ混ぜしまして、もうスンドゥブっぽくね。出汁だ、結構あれだな、ケミカルな味すんな、ケミストリー。あとは油揚げ、シャッ、もやし、パイ、えのき、ふわ、あ、やば、ちょっと散った。豆腐、マンマミーヤ、待て、これ豆腐一丁食う人いないでしょ、一晩で。豆腐半分ぐらいにしとくか。はい、これでね3から5分煮込みまーす。そう、教えて洗ってたらエノキステーキいきます。このオイルも使います。ピアモコミス、早見モコミスです。で、こちらの油をよく切った状態、よく切った状態にしてください。このピアモコミスさんは捨てるんじゃなくて他の料理にも使えます。なので取っといてください。フライパンが温まったらエノキ、エノキいってらっしゃい。これでじっくりと焼きながらシューバケ色にしまった。決まりまして、これんだより早くえのきあつの袖ぐ、超絶かわいいえのき。焼いてる最中は応援してあげてください。ピンクでライティングしてあげよう。セクシーセクシーえのき。前回も言ったんですけど、キノコはあんまりいじんない方がいいです。でも見ちゃうよね。そうそう、いい感じじゃない。熱っ、うわーい、しばぎろあのきあのきあのき。そしたらちょっと反転させるぜ。うわーい、いい色で、そしたらこっちのサイドも焼きます。ベリージメで、全体がまあ綺麗に色づいたと。そしたらつったら、異様な高さから塩からのギリしばき色のバトゥ、バターを入れたら前回同様ちょっとアロゼ、フォイヤフォイヤ。焚き火グローブ持ってくればよかった、いい加減持ってこいよ焚き火グローブ。ある程度アロゼできました。あと、そしたらソースにウィーンと酒一緒になったやつ、いってしょっせー、ちょっと離していこう。うわー、やーべー、フランベになった。で、こちらに醤油ちょっと、うわー、こちらグツグツいっております。で、一煮立ちしてアルコールが飛んだらとっとこれだけでいい、こうせいどうおすすめ。チゲ鍋には仕上げにおネギドロツと青みが入るだけでだいぶ美味しそうになるでしょ。はい、オッケー。今夜のメインバーバンあのケジュクステーキ、すげえテカリだぜ。おーい、うわー、マーベラス、マーベラス、いただきます。やばい、急に冷えてきた、急に冷えてきた、寒い。まずはスンドゥブチゲから。うん、うめー、このプルプルした豆腐、そして野菜の旨味が出たお出汁、
あとはコチュジャンと豆板醤で味付けしたのでちょっとピリ辛になっており、体の芯から温まります。五臓六腑まで染み渡るぜ。でね、締めにはこのご飯をちょっと足して雑炊形式で食べてしまうと、うん、最高にうまい。うますぎた玄白、お次にえのきステーキいただきたいと思います。もうね、このえのきの密度がありすぎて、今 A5 ランクの和牛肉食べてますかってぐらいになります。でお肉と違ってまたいいところはこのシャキシャキとした食感、これがねものすごくね一風変わってて美味しい。本当にこれ通常は捨てる部分だとは思えないね。ソースも相まってね、もう素敵なベジタリアンディナーですわ。はい、じゃあこちらの2品後でね、アザさんとゆっくりいただきたいと思います。うめえ、えのきマジうめえ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったらちょっと眠くなってきた。なのでもう寝ぼっつ、寝袋が敷きまして。寒いなあ今日、息白いもんな。もう今日アザさん、こんにちは。すみません、ひっくりなこれ。待って、すごい滴ってんですけど、これ水分滴ってんですけど、これ大丈夫そう？画面に水滴落ちてこない？大丈夫そう？あが甘く見てた。インテラバックス、地球に愛を、僕らに夢を。就寝しますか？あ、家で寝たい、家で寝たよ。ひっくり、嘘でしょ、ひっくり。ホットがなんかすごい。なんでこんな並べてんの教えてよ。おお、なるほどね。もうグダ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 すぎてやばい。どうにでもなれ。嬉しい、世界一嬉しいわ。それでは皆さん、トゥメでお会いしましょう。バイ。くそなあ、おお、寒すぎる。What time is it now? 6時です。起きまーす。おお、めっちゃ綺麗。神秘的やん。よっしゃ、じゃあ朝飯作りますか。モーニングモーニングモーニング、早朝スラボーイモーニング。簡単に作れる焼き味噌おにぎりですね、を作っていきたいと思います。てかあれだな、柴犬 T シャツ着てないとただの成人男性感すごいな。んだらよ、昨日の残りの米、こいつを使います。いちですね。この中に片栗粉と、なんかこれ違法ドラッグ感半端ないな。この片栗粉を少々、これでガン決まりにしてやるのさ。でおみっと少々ファイヤーで、もみもみしまっと。片栗粉入れるとね、焼いてる最中にポロポロ崩れにくくなるという効果があります。まあ、あったかいご飯でやるとそんなことは起きずに焼けるっぽい。でこの中に醤油、味付けちゃう、ある程度。待て、これ醤油足りそう。これ昨日のあのエリンギで使いすぎたわ完全に。まあいけるでしょう。皆さんはたっぷり醤油で、私は節約醤油。醤油ことさ、つまんな、つまんなすぎて笑っちゃうよね。ちょっと訳あって手で握るのやめました。ジップロックで握ります。丸く握ろうかな。1個出来上がりと。はい、そしたら握る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 、結構がっちりめに握っといた方が焼いてる最中崩れにくいです。はい、2個目出来上がりと。だいたいこんな。そしたらつったら、この網のなんかのやつ、あのパンとか干物とか焼く用、これでおにぎり焼いたらそれっぽいんじゃん。どう思いますか皆さん。そしたらまずはファイヤー、いっちゃっしゃい、いっちゃっしゃい。おお、
素敵やん。これでじっくりとしーボギーヌにしまった。はい、じっくり焼きます。おう、ええかん。ええかんです。で、片面焼けましたら醤油をちょっと垂らします。素敵、熱っ。前田敦子、いい匂い香ってくるわ。醤油が焦げた。はい、両面芝犬色の、だいぶいい色になりましたと。そしてあらつたらこのバットに置きまして、これに秘伝のタレ、唐辛子味噌。あんすいいね。京都の老舗で出てきそうだわ。はい、OK。からの昨日切ったおネギ、いやーね、高さからと見せかけて低めから。それ七味唐辛子、ちょっとだけかけすぎ、注意報発令中。うわー、うまそう。だったこれだけでいい。こうせのおすすめ。どうせなら景色良さげなところで食べるか。いただきます。最高のモーニングだぜ。食べるナイツ。うまーい。あのグリルしたことによってね、香ばしい香りが生まれて、なおかつこの醤油と唐辛子味噌、このコンビがもうなんといっても絶妙です。で、最後に七味とネギでアクセントを加えると、これはまさにうまみのおにぎり。ごちそうさまでした。よし、帰る、支度するか。次はどこかで君に会うかもね、解散。おも、あー、気合と根性、気合と根性。ラーメンじゃねえ。やばかった。